皆様、こんにちは。今日は2020年8月29日土曜日です。この動画のテーマは日本の話です。安倍総理が辞任することでアジアの状態が変わる可能性があります。アジア太平洋の政治に関係します。安倍総理は持病 海洋性大腸炎のことで治療を行いますが国務に影響のないようにしたいですと65歳の安倍総理は辞任となります今年の6月に気づいたのですが持病が再発しました病気の状態は7月から悪化しました8月の上旬まで我慢していたのです2006年安倍さんは総理となって1年間で辞めました 同じく健康のことで辞任とされていました。同じ病気でした。2012年12月に再び首相、総理となりました。本来は来年の9月までの任期ですが、自民党総裁の任期です。今年8月24日、元総理、佐藤栄作の任期を超えました。連続の首相として勤務された日にちが最長となります。 記者会見で皆様もご存知でしょうが、記者に違いの次の首相の選定はどう思いますかと聞かれました。安倍総理は自分が討議、議論する話題ではないと。自民党総裁の選挙についても自分は決めることではないですと。国会議員の投票なのか、自民党党内の投票で決めるかは分かりませんと。 ただ次の首相は決まるまで首相として勤務されます。つまり臨時的な一時的な首相はいないんです。安倍総理は言いました。現在病気は一時、えー、今の流行っている病気ですね。一時的に落ち着いた。日本の政府は今年の秋、冬にもう一回来る大規模な病気発生すると予測して準備をしていると。この時期での、えー、辞任となりますと。 次の首相になる人は3人でしょう。一人は元外務大臣、岸田文雄さん。安倍総理との距離が近いからですね。一人は石破茂さんです。石破さんは名簿が高いです。安倍総理の挑戦者とも言える存在です。もう一人は官房長官、菅義偉さんですね。日本のメディアでは彼を支援している様子です。 安倍総理の挑戦者として潜在的な存在ですと。日本の第二位国民民主党が立憲民主党と合併する動きです。この二つの党が合併すると野党の力が3年前のレベルになります。今までは野党が分裂していました。分裂する結果は自民党だけは強くなるような状態です。国会での決定権は自民党には有利です。 人数が多いですから。今年入ってから病気が発生しました。安倍総理は休みなしで勤務とされていました。連続104日間休みはないんです。日本のメディアは安倍総理の疲れた様子で総理の健康に問題になったのではないかと放送されていました。今年の7月から8月の間、日本のメディアは継続的に放送されていました。 安倍総理がやってきたことをまとめます。そして今後、あるいは今のアジア太平洋の事情を話をしていきます。一、安倍総理は2012年に首相となりました。安倍経済学を出しました。つまり安倍のミックスだと言いますね。以前安倍総理はある本を出しましたね。美しい国、日本という本ですね。 総理の目的は日本の経済を回復させることです。日本の継続的なデフレの状態を改善したいです。日本の最大な問題は需要が少ないことです。需要が少ない原因は高齢化社会です。高齢化社会が需要の少ない重要な原因です。需要が少ないと日本の経済はデフレになってしまいました。需要が少ないです。 商品の値段が下が下りりまます。す。安くなりますデフレが経済にとっては重大な問題です。商品の価格が下がると企業の生産に問題が起きます。つまり企業が生産した商品の出荷値段を下げないといけないんです。企業の生産した商品の値段が下げると生産の効率を上げないといけないんです。 効率を上げることとでで生産コストを下げるここができますこれ以外には方法はないんですでも企業にとっては生産をして出荷価格が継続的に下がるといいことではないんです若い子に子供を作ってもらいたいですと収入を増やさないといけないんです企業は儲からないから高い給料は払えないんです 高い給料が払えないから若い子の結婚意欲も薄いです。そうすると子供が少ないです。子供が少ないから高齢化社会になります。アベノミックスについては後で言います。22016年 G7 サミットが開催とされました。当時アメリカのオバマ大統領が初めて広島に訪問に行きました。 広島に訪問しました。史上初のアメリカの大統領です。その後、安倍総理も初めてハワイの真珠湾に訪問に行きました。日本の総理として真珠湾に訪問というのは史上初です。お互いは記念という意味です。もうこのようなことはないです。2016年、トランプが大統領となりました。トランプは初めての 外国のトップと会談したのは安倍総理でした。そして安倍総理はトランプと信用のできる個人的な関係を作りました。安倍総理は当時 TPP を推進しました。最初は日本、アメリカが推進しましたが、その後トランプが撤退しました。最初は安倍総理とオバマが推進しましたが。 トランプが撤退して日本が続きていました。11各国で CPTPP の協定を結びました。2018年12月30日に実行されていました。これは安倍総理の業績です。 過去の8年間、安倍総理は自民党を連れて連続 6, 6回ですね、国会での選挙を勝利としました。でもこれは野党の分裂にも関係あります。今回の安倍総理の辞任で憲法の修正を次の総理に渡しました。安倍総理にとって遺憾、残念なのは東京のオリンピックです。東京オリンピックプロジェクトを推進したのは安倍総理です。 でも病気で延期となりました。今年の病気ですね。来年に開催されて安倍総理は首相としてはあの参加というのはないんですね。今でも覚えていますが、総理のスーパーマリアの格好です。日本、中国の関係というのは日中関係ですね。安倍総理の任期で変動が激しかったです。波がありました。 2012年安倍総理の第2期の任期ですが、総理はオバマのアジア太平洋への復帰の政策に直面しました。オバマの太平洋への復帰、アジアでの拠点というのは日本です。ここで安倍総理は憲法の修正を言いました。言い出しました。防衛権を取り消しです。日本の自衛隊を海外への配置を可能にすることです。 これはとても大事な政策です。安倍総理とオバマ大統領の付き合いは鮮明です。そうすると日本とアメリカの関係が下がりました。2013年から日本と中国の関係が悪くなりました。尖閣諸島のこともあります。東シナ海のことなどですが、2015年になって日中関係が変わりました。 きっかけは日中韓国の3カ国のサミットです。2015年でした。安倍総理、中国の李総理、韓国のパック大統領ですが、2018年、中国の李総理は正式に日本を訪問しました。日本で日中韓国の3カ国サミットの開催でした。2018年の10月、安倍総理は中国へ訪問に来ました。 安倍総理のこの訪問で日中関係はすべて回復としました2015年が変化が起きる年でした2018年11月20日20カ国 G20 サミットが日本で開催されました安倍総理は州総書記と会談しましたこの会談で日中の関係が安定継続的に友好な関係になるとなりました でももう一回言いますが日中の関係が2012年安倍総理が就任されてから悪化していました2018年で日中の関係が正常に回復しましたこの流れは日中関係だと言いますが実はアメリカと中国の関係が日本と中国の関係を左右しています アメリカと中国の関係が悪くなると日本と中国の関係も悪くなります。でもアメリカと中国の関係がもっと悪くなっていくとひどくなるときに日本と中国の関係が良くなります。どうしてでしょうか微妙な関係があります。あとで言います。去年、 今年に来ました。日中関係がまだ少しですが変化が起きました特に今年の香港での国家安全法の実行についてです日中の関係はさらに変わりました日本も香港のことも、えー、注目していますそして日本とアメリカの関係も変化しました日本はアジア太平洋での地位は アメリカと中距離の関係で日本の地位がとても重要な位置になってきました。後で詳しく分析します。今のアジア太平洋の状態です。安倍総理の時代は幕を閉じる時期になってきました。安倍総理の辞任は日本への影響はどうでしょうかまず憲法の修正は大事ではないんです。憲法の修正はまだ実行されていないんです。 アベノミックスとは皆様覚えているでしょうか三本の矢です。1、金融の緩和。2、国家の財政の収支。3、国家、社会の全体的な改革。金融の緩和はやりました。財政の収支は一部です。改革も一部やりました。日本の企業の改革で外資系の企業が日本に投資に行きました。 外資系は日本の上場企業の株の保有量は2012年は28%でしたが2014年は31%になりました。これは市場の最高水準でした。たくさんの外資系の企業は日本に投資に行きましたが2019年になって少し下がりました。29.6%になりました。約30%ですが。 つまり日本の企業は確かに変わりました。でも根本的な改革にはなっていないんです。アベノミクスについては今の状態において今の状態で見ると失敗だと言えます。でも原因があります。今回の病気です。この病気で日本の社会、経済などにショックを与えています。この散歩の矢は今回の病気に遭ってしまいました。 実行することができなくなりました。実行ができないと実現も難しいです。病気でアベノミクスが中止されてしまいました。つまり、この政策は成功することが証明できなくなります。でも、かなりの経済学者がアベノミクスの実現は難しい、厳しいと言います。原因があります。大事な原因です。日本の社会の構造です。 一つは高齢化社会です。もう一つは日本の企業です。日本の企業は成熟しています。成熟となると考えを変えるのは難しいです。安倍総理は企業に納得させにくいんです。日本で大規模な投資を行うことは、えー、なかなかの日本の企業はですね、しないんです。安倍総理は推進しても理解してくれないんです。 当然ですが、社会が高齢化。社会が保守的な考えです。企業の考えも経営、方針も保守的です。企業は社会の一員です。日本の企業は手元にお金があります。でも投資はしないんです。でも今回の病気で日本の企業はあまり倒産しないというのはこの原因です。手元にお金があっての結果です。 でも、今の問題とは、アベノミックスの後遺症だと言います。後遺症と言いますが、安倍総理の政治的な遺産とも言えます。後継者はこの遺産を後付けにしないといけません。安倍総理の辞任は、アジア区域の経済環境の影響がすごいです。原因はあります。1、日本はアメリカのアジアでの大事な 同盟国です。日本の政治思想の傾向でインド太平洋での成果に影響しています。アメリカのインド太平洋戦略で拠点というのは日本です。日本の政治思想の傾向でアメリカに影響しています2。日本はアジアで唯一中国と対抗のできる大国です。 日中関係とはアジアで全体的の政治の枠です。アメリカの影響はありますが、でもアジアの話です。日中関係がアジアの政治の枠の主役です。でも安倍総理以前の時代ですが、日本は実力はあります。でもしないんです。日本の政治的の思想の傾向に関係あります。3. 日本、中国、韓国は 北太平洋の主役ですアメリカ、日本、中国はアジア、太平洋の主役です。つまり、どれも日本が入っています。日本が中心です。3つの方法から見ていきます。安倍総理は過去の8年間で政治で補修、静かな日本を少しずつ国際的な舞台に登場しました。 当然ですが、安倍総理はゆっくり着々と進んでいきました。総理は日本を国際の舞台に登場させて、アメリカとの関係が大事です。日本はアメリカとの付き合いで国際の舞台に登場できます。3点の問題があります。1、地域での政治問題です。2、軍事。3、経済。まずは経済です。 経済は一番簡単です。アベノミックスの実行ができなくなるっていうのは、日本の経済は難しい選択肢になりました。1、病気でアベノミックスが中止となりました。実行が難しいです。途中の政策といいます。結果のない政策になりますと、以前のアベノミックスに投資したものは回収できるでしょうか ?2、 アベノミックスでかけた出費、借金は返さないといけないんです。つまり、安倍総理の後継者はこの借金を返すことです。どう返しましょうか病気で経済が不景気です。この状態でアベノミックスの代価を返す必要があります。これは後継者の一番の問題です。今の日本のこの状態でアジアの影響はすごいです。 これは経済のことですが、2、地域での政治のことです。安倍総理は実は分かっています。2012年から総理になって、総理は積極的にアメリカに合わせていきました。まず、オバマに協力をしました。オバマはアジアへの政策で、日本の大事さが鮮明となってきました。実はオバマの政策は、アジアを日本に渡すことです。 アジアでのことを日本にという意味です。日本はアジアでの地位が大事となりました。トランプになってアジアでの政策はないんです。目的はすべて中共を相手にしています。すべての政策は中共のためです。でもアメリカは自分を応援してくれる人が必要です。アメリカはアジアでは2人の友人がいます。日本と韓国です。 でも韓国は小さいです。また北朝鮮を相手にしていますね。韓国はある程度の意味はありますが、日本の力の発揮はアメリカが期待しています。日本にとっては2回のチャンスがありました。1回はオバマのアジアから離れるからですね。2回はトランプの中共との対抗です。日本がどんどん大事になってきました。 つまり、日本はどんどん世界の政治部隊に登場されました。世界の政治部隊に登場してくるとともに、アメリカの最も重要な戦略的な友人です。官房長官はファイブアイズに入って、日本がシックスアイズになりますと。つまり、日本はアメリカの重要な同盟国になるという意味です。実はずっと前から重要な同盟国です。 つまり日本の役目はアジアでは重要になってきます安倍総理の辞任は日本は変わるでしょうかこの8年間日本の政治経済は安倍総理の色がついています野党は弱いですから国会で政策を推進するとき順調です個人的な色が強いですでも今回の辞任で日本の政治は 今後不確実になってきます。この不確実性でアジアの政治環境に影響しています。今日のテーマでもありますが、結果は分かりません。誰が総理になるでしょうかなってから政治の思想の方向はどうでしょうか分かりません。日本の地域の首相の懸念でアジアの発展に関わります。日本はたまに失った20年だと言いますが、 正直に言いますと、日本はじっとしていないんです。日本の産業はずっと更新、変えていきます。この20年で日本の経済の枠が変わりました。まず製造業では中国が出てきました。競争してきました。日本は自分の産業の産業サプライチェーンを上流側に移設しました。つまり部品、材料、大事な部品を提供する企業に変わります。 大事な技術を提供する企業になります。産業のレベルアップと言います。レベルアップをしてはいいんですが、でも上にあるのはアメリカです。アメリカに競争とならないように頑張っています。ハイレベルの製造業と重要部品の提供、この2つの産業サプライチェーンの間で動いています。韓国の産業のレベルアップとすると、上にあるのが日本です。 中国の産業のレベルアップすると上にあるのも日本です。日本の上にあるのはアメリカです。中国の製造業の始まり、発展、強くなってすべて日本のおかげです。でも中国に追いかけてくるから自分もレベルアップしていくとなります。でも韓国は日本にとっては挑戦者です。日本は韓国を制裁する原因は一つは これです。日本の GDP が成長不足の原因は企業の競争力がないではないんです。第一の問題は高齢化社会です。この高齢化社会が日本に影響しています。とても強い影響です。日本も人口が多いです。高齢化になると大変です。方法はあるかは私もわかりません。日本の経済学者も仕方ないんです。 アベノミックスではある意味挑戦です。チャレンジ、試しでした。中国も高齢化社会に入ります。上海からです。上海の10年後を見てみましょう。日本の今の問題と同じです。中国の他の都市もどんどん高齢化社会に入っていきます。中国の経済は問題があります。まずは経済が増量的な時代から不存的な時代になってきました。 これが一つの変化です。もう一つは人口の変化です。この二つで未来の10年から20年、中国は低いレベルの経済成長になります。もう以前の30年前のように高度成長というのはないんです。安倍総理は辞任して、次の若い政治家に譲ります。でもリスクがあります。 次期の総理は今の状態、この不安定のアジアの状態ではリスクです。次の総理の政策は知りません。経済の政治の思想の傾向も知りません。でも次期の総理はアメリカと手を組んで中共を対抗するのは間違いはないんです。でも人がそれぞれです。やり方、考え方は違います。やり方が違うと違う結果が出てきます。 方向は変わらないのは私もわかります。でも違いはやはりあります。例えば今回のアメリカ大統領選挙ですがトランプ、バイデンは方向はみんな同じです。みんなアメリカを良くしたいです。中共に対抗していきます。でも選挙では戦います。実に差が大きいです。安倍総理の第1回の任期で 5 6年間の間、の日本の首相は頻繁的に変わっていきました安倍総理の引退辞任を受けて日本の株式市場は激落でしたそして世界の株式市場も影響を受けていました総理の次の方は安倍総理以上に影響力があって引っ張っていくならいいんですができないと日本の経済アジアの経済の回復に影響します 総理が出した政策はできれば最初から最後までやるのが一番いいんですね。オリンピックのプロジェクトは途中です。アベノミックスも途中です。後継者にアベノミックスをどう対応するかは気になります。それと、安倍総理の辞任はインドにも影響あります。もし 安倍総理がインドとの軍事連盟を組むと、中共を包囲するという意味です。安倍総理はもし来年まで続けるなら、えー、日、えー、日本、インドとの連盟というのはできると思います。次の総理はどうなるでしょう。つまりこれを見て総理の病状というのは重いと思います。なかなか治療できても完治は難しいです。 日本はこれでも中国のややゆとりの層よりも幸せです。中国では頑張っても最後は病気になって入院して不動産を売ることになります。医療と教育でたくさんのお金がかかります。日本の今が中国の目標です。日本のお年寄りは亡くなるとき貯金がいっぱいあると聞いています。あまりお金を使わないと言います。 日本での生活は静かです。あまりお金を使う場面がないんです。それが私の友達が少ないからが原因です。でも日本の社会はこれです。安定していますので、急な出費もないんです。欲しいものはもうありますから、需要はあまりないんです。政府はいくら経済を刺激しても効果がないんです。経済を刺激、金融を刺激するのは全てす。て 需要を増やす行動です。でも日本では効果がないんです。もう十分発展しているからです。日本は伝統の文化と現代の文化が両方存在の国です。特別の国です。特別の色のある国です。日本は時期の首相は誰であってもアメリカとの関係は変わらないと思います。そして中共との距離、近い距離はないと思います。 でも日本と中国の距離、地理での距離は近いです。つまり関係が悪いと言ってもそんなには悪くもなれないんです。東北太平洋では日本、中国、韓国、北朝鮮、この4つの国が東北太平洋の枠です。中共は日本にとっては医学的な存在です。そして成長している。 これがこの8年間安倍総理はアメリカと協力して世界の政治部隊に登場する原因の一つですアメリカと中共の関係で日本にとっては実は機会ですどんな機会かと言いますと日本の立場が重要になってくる機会ですでも日本にとってはあまり嬉しくないんです日本はアジアにおいてリードしてはいいんですが 東北、アジアではトップになりたくないんです。トップになってもらうのはアメリカがいいんですが、アメリカの後ろにいるだけでいいというのは日本の考えです。自分に有利です。直接中距離と対抗しなくていいんです。両国の対抗というのは実にコストがかかります。オーストラリア、イギリスを見ればわかります。 日本にとってはアメリカとの関係です。アメリカの実力で中共と対抗するのは自分には有利です。でもアメリカにとっては日本はトップとして中共と対抗してもらうのは自分に有利です。日本にアメリカの一部の対抗する機能を負担してくれるとアメリカは嬉しいです。つまりアメリカと日本は話し合いがあります。 日本はこの対抗でどこまでやるかです。日本は2つの問題があります。1、自分は先頭に立てると中共と対抗する。自分にはコストがかかります。2、先頭に立たない。でも、後ろに下がるとアメリカが嬉しくないんです。自分の地位に影響します。つまり、バランスを取ることです。 ある議題では先頭に立てていきます。でもトップにはならないんです。つまりこれは安倍総理のすごいところです。次期の総理とアメリカの大統領、あるいは新しい大統領になるかもしれませんが、どうお互いのこのバランスを取るかです。この条件でアメリカと中共の関係を見てみます。日本とアメリカの関係でアメリカと中共の関係が決まります。これが大事です。 アメリカと中共の関係で日本とアメリカの関係を決まるわけではないんです。日本は中共にどう対応するかは日本とアメリカの話し合いに関係します。まとめます。中国の目標、中国夢ですが、日本は数十年前に実現しています。経済の発展、GDP の成長は大事ですが、影響を受けて有利なのは商売人です。 商売する機会が増えると言います。一般市民とは関係ないんです。日本は高度発展している国です。商売人にとっては日本は面白くないんです。機会が少ないんです。周りに何でもあります。ちゃんとできていますし、チャンスが少ないんです。日本では中国は高度成長、いろんな機会がありますと。これを という視線ですが、重症主義と言います。商売人の目線から見ています。でも、生活をするとなると、安定、高度、文明な国は一番いいです。いろんな人はこれを知らないんです。高度成長がいいです。高度成長のところに行くと自分がいいですと。高度成長の国、場所、の生活の品質というのは実によくないんです。 GDP は成長しなくてもいいんです。何か不利なことはないんです。日常生活なら関係ないことです。日本は今のところは問題ないんです。でも日本で生活をするとそれなりに問題が出てきます。でもみんな同じです。どんな生活の状態でも生きてても問題があるのは同じです。首相でもサラリーマンでも警察官でもビル・ゲッツでも アメリカの軍人でも外部からの問題はみんな同じです。日本は古い文化のものをよく守っていると思いましたが、でもその後考え直しました。発展国では自分の伝統、自分の文化を守っています。アメリカの歴史は200年ちょっとぐらいですが、建物は中国の建物よりも古いです。100年以上の建物は普通です。日本はもっと古いですが、 これは自分の文化を守る方法の一つです。日本、アメリカ、よくできていると思います。これを思い立つと心が痛くなります。中国には100年を超える建物はほぼないと言えます。文化の敵です。文化を壊すものです。久しぶりに日本だけの期待にしましたが、あと少しですが、安倍総理の健康をみんなで祈りましょう。 安倍総理の安倍総理は元気でいてほしいです。ありがとうございました。